しは悪事が公儀の知るところとなり、証拠も明白、言い逃れも聞かず打ち首となったわ。おお、鳴神の悪代官か。腰の重いお上にしては手際の良い処罰。桃姫の留飲も下がろう。かつての主従が今ではこうして地獄に落ちた者同士、これからは仲良くいたそうではないかし。こっちは冷やかしできたまでよ。お主の消息は良い手土産、もう会うこともあるまいて。鬼どもと達者で暮らせ。旦那様、よくぞご無事で。てっきり鬼に捕らえられ閻魔様のもとへ連れて行かれたに違いないと諦めかけておりました。ここで極卒らに見つかっては元も子もない。話は後にして急ぎましょう。ご案内いたします。そうでございますか。黒光の太刀はどこに行ったか皆目行方知れず。はて、これからどうしたものか。ここで素直に諦めるようなら、元より日陰は歩いておらぬ。金菊の言葉を思い出して一つ妙案を思いついたぞ。この陣九郎の魂魄が天門をくぐり、天界の神器を浴びて喝殺自在の神通力を手にすれば、黒光などいるまい。なんと恐れ多いことを。地獄巡りだけでは飽き足らず、今度は天に乗り込むと申されまするか。天魔となりお前をはべらせ、衛星を生きるのも悪くはない。伊勢天神の細道、高間ヶ原に入る道を教えろ、金菊。そんなことをしでかせば諸神お怒りにならぬはずがありません。どうかどうかお許しを、旦那様。いいや、金菊、案内せい。
筋金入りの温泉好きだな。こうも出くわすと他人のような気がしねえ。いや、やっぱり名前を聞くのはやめておこう。人にはいろんな事情ってもんがあらな。ここは温泉好きの温泉仲間ってことでまあいいじゃないか。こうして湯に浸かって川の音を聞いてりゃ嫌なことなんて全部忘れちまう。
Yeah!
Yeah!
ればな。Thank you.
があればね。しばらく。これは天神地義のあまねく住まう天界へと続く道やろ。無楽の踏んで登るからにはうちらの許しなく行かせへんで。人間のくせにようここまで登ってくれたな。大したもんやで。元に戻るためとはいえ、これでは罰当たりが過ぎまする。聞け、玉打つし使うも破られるもわしとて初めてで気づくのが遅れたが、この体の命もう長くない。今は残った術の働きで肉体に玉の尾をつないでおるが、元より二つの魂の受け皿には無理があるのだ。我らの魂魄はもはや狩猟同然、波の手立てではながらえられぬ。若い娘やと思うて期待したのに、なんやがっかりやで。あんた中身がややこしいことになっとるがな。どこの陰陽師か知らんが、いたずらはあかん。せやけど来てもうたんはしゃあない。穏便に解決しようやないか。わいはそっちの相方や。一応風の神さんやさかい、話を聞いといても損にはならんで。こっからは一歩も通さへんで。なんや小娘その格好。それでうちの人を誘惑しよう思てるんやないやろな。へそ取って終わりちゅうわけにはいかんで。しもうた思ても後の祭りや。そうやってすぐに頭に血が昇るんは悪い癖よね。少しは落ち着いて物事に当たった方がええ。あんた何生ぬるいことを言うとるん。射程の子鬼があんだけやられとるんやで。バッチリ仇を取ったら思わんのんか。あぶん、わいが本気出したらこの辺りは大嵐やぞ。畑におるじいさんばあさんやら麓のもん泣かしたないんや。もうええ頼りにならん。うち一人で十分や。あんたはそこで指くわえて見とったらええわ。Yeah!
雲から落っこちてしもうたかな。民家に落ちんかったんが不幸中の幸いや。そうやけど驚いたな。雷相手するのに鉄の刀振り回すアホがおる思ってたら、なんと勝ってしまいよった。一撃悪いこと言わんときや。まだ負けとらへんで。今度こそ雷直撃や。ええ加減にせ。みんな迷惑するやろ。そう、青筋立てて角突き出しとってみ。嫁のもらい手のうなっても知らんで。え、そんな意地悪言わんといてえな。うちの気持ち知っとるくせに。ほな今度だけあんたの言う通りで。おうかおうか、かわいいやっちゃな。心配せんで、わいもお前にほの字やさかい。そのでかい尻も大好きや。雲の底が抜けて落ちていった時は一巻の終わりかと覚悟したのに、あんなところから落ちて何事もないなんて。今々しいが、あの風神と名乗る小僧に助けられた。自分で言うように桁違いの化け物よ。えらいこっちゃ、雷様が落っこちてきよった。ナンバダム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 。うちの人がああ言うんで、今度ばかりは見逃しちゃる。今度近くにちょろちょろしとるのを見つけたら、お前めがけて一発ピカッと落としたるさかい。雷雲が近づいたら布団かぶってへそでも押さえとれ。その剣術も普通やないが、刀も相当なもんやないか。そんなん振り回されたら雷が手こずるも無理ないで。あんたが天を目指すんは訳あってのことかもしれんが、もう諦めるほかないんちゃうか。あんたが連れと遊んどる間にアマテラス藩が天門を閉じはったんや。もうあっから行くんは無理やと思うで。まだやる気ならワイも相手せなならんのやけど、
お互い一銭もならんのにどつき合うんは正直アホらしいやろ。晩酌尽きたとはまさにこのこと。桃姫との約束も保護になった。せめて残りの命は体に戻って過ごすがいい。シンクロ。天に逆らうのは恐れ多いことながら、旦那様が死にゆくのを黙って見てはいられません。八百万の神仏のおわしますこの日の本には、伊勢のみならず天文鬼門の数多く、実を申せば。相変わらず話の長いやつよ。要は天に至る道は他にもあるというのだな。大和金剛山は古く高間ヶ原山と呼ばれ、天に通じる霊山ですが、蘭海率いる真言蓮華宗の総本山でもあります。坊主どもに何ができよう。邪魔する者は何者であっても村正の餌食となろう。